おはようございます。出席議員半数以上であります。これより、議事日程第4号により本日の会議を開きます。日程1、市政一般質問について、前日に引き続き市政一般質問を行います。6番平野剛議員 おはようございます、えー、明星クラブ平野剛です、えー、質問に入ります前に、えー、去る8月8日明星クラブ団長であられた板坂団長がご逝去されました笑いがいつも絶えない楽しい思い出の中多くのご指摘も頂戴し育てていただきました、えー、この場をお借りして、えー、心から感謝申し上げるとと,ともに、えー、心よりご冥福をお祈り申し上げます え生前中に特に、あんたは理屈っぽか、理屈っぽか人間は好かれんどぞと何度もご指導をいただいたところです。え人間、そう簡単に性格を変えれるわけもなくえ、今日も理屈っぽい質問をするかと思いますが、えどうか天国から見守っていただければ幸い,と幸いですえ。それでは、通告に基づきまして、順次質問いたしますのでえ、明快なご答弁をよろしくお願いいたします。1、小中学校の統廃合による費用削減額についてお尋ねいたします。 今年度公表された長崎市立小中学校における規模の適正化と適正配置によると、現在108校ある小中学校のうち24校を統廃合される予定になっております。今回の適正配置計画は、子どもたちの教育環境の整備といった観点から計画されたものであることは承知しておりますが、本日の質問はその観点以外の角度から質問させていただきます。 学校の規模にもよりますが、学校1校を運営するのにどれほどのお金がかかっているのか知っておきたいところです。そこで、現在計画されている24校の統廃合が仮に全て実施された場合、年間の維持管理費、仮に学校を残した場合の今後の大規模改修費、教職員等の人件費の削減額はいくら程度になるのかお示しください。また一方で、 公共施設マネジメント計画から察するに、統合した学校の跡地活用においては、今後、新たに市の施設を建設することは考えにくく、民間への売却という選択肢も予想されます。そこで、この24校分を売却した場合の売却額はどの程度が予想されるのか、そして民間が活用した場合、その後入ってくる固定資産税等はどの程度になるのか、金額をお示しください。 2、新市庁舎建設について、現庁舎の維持費との比較でお尋ねいたします。現在、新市庁舎建設費は258億円と公表されています。多くの市民から、財政厳しいより、そんな巨額なお金を費やして大丈夫なのかとの声をいただきます。そんな不安な声に対し、市はしっかりと不安を払拭する説明をする必要があると思います。 そこでお尋ねいたします。現在、視聴者建設の基金も160億円まで用意ができており、残りの不足分についても、有利な記載等で長崎市の支出を極力抑えるとの説明がなされております。また一方で、現在の視聴者も老朽していることによる維持費、分散していることによる借り上げ料現在の省エネ危機器でないことによる光熱費等、 現状者であることによるコストもあるかと思います。そこでお尋ねいたします。新築した際の長崎市単独での支出を分散している現状者を保有しているコストと比較しながら今後の長崎市の支出がどれほど増えるのかまたは減るのか市民にわかりやすくお示しください。三、水道料金の減免策について、かっこ一、幼稚園、保育園、子ども園のプール使用に対する 減免策子どもは暑い夏の日のプールまたは水遊びが大好きですこの夏に限らず近年夏になると連日猛暑日を記録し熱中症対策が呼びかけ,呼びかけられています子どもたちのプールの時間は水泳という教育の観点だけでなくクールダウンによる熱中症対策また汗まきから肌を守るシャワー代わりにもなります子どもたちの気持ち 保護者の安心感、または園の思いからすると、晴れた暑い日には、できるだけプールに入れたいことと思います。しかしながら、長崎市の水は非常に高く、園の経営的観点からすると、そう毎日水を入れ替えて実施するのも大変です。実際、水にお金がかからなければ、もっと機会は増やせるとの園側の声も聞いているところです。そこでお尋ねいたします。公立の幼稚園、保育園、子ども園、 または小中学校においては、プール代はおろか、水道料金はすべて市が負担しているところです。私立の施設においても、せめてプール代ぐらい、長崎市の子どもたちのために一旦、一定負担していただけないものか、ご提案いたしますが、ご見解を伺います。また、二項目目の質問として、長崎市の高い水道料金が、企業経営に及ぼしている影響や、 企業誘致において与えている影響をどの程度考えられておられるのかご答弁をお願いいたします。4. 奨学金の返還支援について、全議会にて同僚議員より同趣旨の質問がありました。若年層の人口流出に歯止めをかけ、地元就職を促進する施策の一つとして、奨学金の返還支援をしてはどうかとの提言でありましたが、その回答は 財源確保の問題や効果の検証を課題としてあげ、産業人材奨学金返還アシスト事業の推移を見守りたい、または奨学金の返還支援よりも、そもそも企業側の雇用の確保の問題である、との見解を示されました。実施するにあたっては、一定の予算が必要になるものの、地元定着後の市民税等の収入や経済効果を考えたとき、 取り組むべき施策であるのではと考えますそのような中他都市をはじめ県内の自治体においても支援制度を始めたりまたは準備中の自治体も出てきているようです県とでありながら人口のダム機能が著しく不足している長崎市こそ人口減少対策の一つとして取り組むべき施策だと思いますがその後の検討具合をお尋ねいたします 以上、本段からの質問とし、回答の後、次席より再質問をさせていただきます。 おはようございます明星クラブ平野剛氏議員の質問にお答えしますまず二点目の新市,者新市長者建設費の考え方についての括弧1分散している現庁舎の維持費との比較についてお答えします 新市庁舎の建設に要する費用についてはおおむね258億円程度と想定しておりその財源としては基金積立金のほか国庫支出金および地方債などの有利な財源を活用することとしています。具体的には平成3年度から積み立ててきた基金約160億円に加え国からの補助金や上下水道局からの負担金が約51億円 残りの約47億円が地方債となることを見込んでいますこの地方債の管理償還に対しては交付税措置を受けられることとなっておりその参入想定額を減じた上で今後必要となる実質償還額は約42億円程度と試算しています新市長者は長期間の使用を可能にする構造や材料を選定していくこととしており 仮に80年程度使用するとした場合この約42億円の単年度あたりの負担は約5000万円程度となるものと見込んでいます一方現在の庁舎の維持管理に要しているコストについてですが総額で年間約3億円の経費を要していますこのうち本館別館以外の分散庁舎の借り上げ料や公益費である 約6,000万円については、新市庁舎が完成すれば不要となるものと見込んでおり、先ほど申し上げた約5,000万円を超える削減ができるものと考えています。さらに、新市庁舎では、収益性にも配慮した運用の検討を行うこととしており、レストランや売店の運営を民間事業者で行っていただくことや、庁舎での広告などにより賃料収入が得られるようにしていくとと,ともに、 先ほどの分散庁舎のうち長崎市が所有する財産については今後 <coughs>、失礼しました今後、売却や貸し付けなどの検討を行っていくこととしておりこれらの収入増加策によって財政面でのプラス要素にしていきたいと考えていますまた、新市庁舎のランニングコストについては自然換気の有効活用等の効率的な空調システムの実施や薄いの利用 省エネに配慮した機器の導入を図ることなどによりエネルギー消費量を削減させるとの技術提案がなされており基本設計を進める中で現在約1億1000万円を要している高熱水費の削減の検討を行うこととしていますまた同時に新市町舎に導入するエレベーター等の設備についても現在そのランニングコストを含めて検討を進めています 基本計画において、経済的で柔軟性のある庁舎を掲げていることから、その実現を図ることを目指し、現在、作業中の基本設計において、現庁舎に要している維持管理経費も意識しながら、ランニングコストに十分に配慮した検討を進めていきたいと考えています。以上、本段からの答弁といたします。教育長 ご質問の1点目、小中学校の統廃合による費用削減額について、かっこ1、学校の維持費と人件費についてお答えいたします。長崎市の多くの学校で小規模化が進んでいる中、子どもたちが集団生活の中で活気に満ちた活動ができますよう、学校規模の適正化と適正配置に取り組んでおります。 現在、お示ししている学校規模の適正化と適正配置にかかる実施計画案をもとに、対象地区の皆様と協議を行っているところでございます。今後、協議を進めていく中で、計画内容の変更もありうるとは考えられますが、仮に実施計画案のとおり、小中学校合計24校を統合したと仮定した場合、施設の維持管理費につきましては、光熱水費や 修繕費、教材費、管理委託料など、平成27年度の決算では、24校で年間約3億円となっておりますので、その分が必要でなくなると考えられます。次に、人件費につきましては、県費で賄われている教職員分が大部分を占めております。平成28年度の児童生徒数の状況で、24校を統合したと仮定した場合、 統合後の学級数に基づく教職員数を試算しますと約280人が減少することとなり年間約22億円の県費が減少すること,と考えられますまた、学校施設の維持には20年ごとに屋上防水、外壁工事、内部改修,改修などの大規模改修築65年で建て替えを想定しております 学校規模によって、その経費は異なりますが、過去の実績に基づきますと、大規模改修費は1校あたり約3億円、建て替えには1校あたり約20億円がかかっておりますので、その分が必要でなくなると考えております。このように、統廃合により経費が削減されることはございますが、今回の計画案は、あくまでも子どもたちのより良い教育環境を整備することを目的として実施しているところでございます。 子どもたちの将来を見据えながらどのような教育環境で育てていくのが良いのか地域の皆さまとともに考えてまいります以上でございます理財部長ご質問の1小中学校の統廃合による費用削減額についての括弧に跡地活用による歳入への影響についてお答えをいたします教育委員会の学校規模の適正化 と適正配置にかかる実施計画案に基づき小学校15校、中学校9校、計合計24校が統合され学校跡地を民間にすべて売却した場合の歳入への影響額を校舎や体育館、プールなどの学校施設をすべて解体し学校敷地が更地になった状態と仮定し試算をいたしました。そのの結果24校の学校学跡地 すべての民間に売却したと仮定した売却額は、総額約百十二億円との試算結果となりましたが、一方、学校施設の解体費用が別途、総額二十八億円ほど必要となりますので、差し引きの売却益としましては、約八十四億円程度と試算しております。また、土地に係かかる固定資産税及び都市計画税は同じく。 24校分で年額約1億800万円程度という試算結果になりました。以上でございます。子ども部長。ご質問の3点目、水道料金の負担軽減策についての、括弧一） 1、幼稚園、認定こども園、保育園のプール使用に対する助成についてお答えします。ままずプールの設置状況につきましては 一律民間の幼稚園認定こども園および保育園を合わせた150施設のうち、プールを常設している施設が34施設、仮設プールが106施設、プール設備なしが10施設となっており、常設と仮設を合わせますと、全施設の93.3%がプールを設置している状況にあります。このうち、一律の幼稚園認定こども園保育所については、 全10施設のうち常設が7施設、仮設が3施設となっており、水道料金に限らず、施設運営にかかる経費については、すべて市が負担をしております。なお、下記の水道料金の平均は、夏季以外の月平均と比較しますと、約1.5倍となっており、高くなっているのはプール活動が理由の一つであると考えられます。一律以外の保育所等の施設運営にかかる水道料金を含めた 高熱水費の取り扱いについての現状ですが、子ども・子育て支援新制度に移行した施設については、国が定めた施設型給付,給付費の基本分担価の中に、高熱水費が含まれており、また、新制度に移行していない、いわゆる私学女性の幼稚園に対する高熱水費は、長崎県私立学校教育振興費補助金において、女性対象となる経常的経費に含まれております。 なお、長崎市においては、保育所等の運営にかかる経費について、施設型給費とは別に、保育士等の確保や、保育環境の向上など、特に必要があると認められるものを対象とした、民間保育所等運営費補助金、および幼稚園の教材費や教職員研修費を対象とした、私立幼稚園等振興費補助金を市単独で補助しておりますが、水道料金については、先ほど申し上げましたように、 運営費費のの中でで、われてておおりりまますので補助対象を経費としておりません議員ご指摘のとおり、プール活動は子どもの健やかな成長の一助となるもので、その機会を多く提供することにより、夏場の水道料金の負担が増えることは認識しておりますので、水道料金の負担が施設の運営上支障を期待しているのかどうか、まずは実態調査をさせていただきたいと考えております以上でございます。 部長ご質問の3点目、水道料金の負担軽減策についての括弧に、長崎市の水道料金が企業経営、企業誘致に与えている影響についてお答えいたします。大量の水を使用する企業においては、水の調達コストは企業経営に大きな影響を与えることになります。一方長崎市には大きなな水源ががく斜面地が多いといとう 地形的要因から浄水場や排水タンクなどの多くの施設を有しており、その維持管理経費などが水道料金に反映されていることから、他の水道事業体と比較しますと、水道料金が高くなっております。そのため、企業活動において、大量の水を必要とする化学工業や鉄工業などの誘致にとっては、マイナス要因の一つとなっております。そこで企業誘致にあたっては 長崎の強みである自然災害のリスクが低く優秀な人材が多いなどといった特性を生かした誘致活動を行っております。このような誘致活動の結果、過去5年間の実績としてオフィス系金融業を中心に14社に立地していただいたところでございます。次にご質問の4点目、奨学金の返還支援についてお答えいたします。将来の長崎市を考えたとき、若年者の地元定着については、 現在取りり組むべき喫緊の課題であると考えておりますその中で奨学金の返還に対する支援につきましては地方からの大都市への人口流出の歯止め策や将来の地域産業の担い手確保策として他都市でも取り組みが始まっておりますが長崎市での導入に向けては現時点において効果の検証財源の問題などまだ整理ができておりません若年者の地元就職定着に向けた取り組みといたしましては 地元の魅力ある企業を紹介する事業をはじめ、学生と企業とのマッチングを図る事業など国、県、市、大学、企業の皆様と取り組みを進めておりますが、8月に行われた長崎サミットにおいても、若年者の地元就職、定着に向け、行政、大学、民間企業が一体となって取り組み、具体的な成果につなげていくことを改めて確認したところです。今後も長崎県や 商工会議所をはじめとした業界団体市内大学とも連携を密にしながら効果的な事業を検討してまいりたいと考えております以上でございます六番平野通司議員えご,ご回答いただきましてありがとうございます、えー、再質問をさせていただきたいと思いますが、えー、順不動になります、えー、まず 2番目のです、ね、新視聴者建設費の考え方について、質問をさせていただきます。先ほどの答弁では、258億円の建設費から、積み立て分の160億円を引いて、国からの補助金と上下水道局からの負担分 51, 51億円を引くと、今後の市の負担額は47億円になりますと。 この47億円を地方債で記載し、その元利償還に対して、国から交付税措置が受けられるので、実質42億円が今後の長崎市の負担ということでした。今後80年間使用するとした場合に、42億円割ることの80年で、年間の支出は今後5000万円になるというような試算でした。で一方現在 分散している庁舎の中で、えー、借り上げている賃料や供益費の6000万円は不要になるので、えー、5000万円の負担を超えて賄えるとのことでした。えー、また、新市庁舎では、えー、レストランや売店からの賃料や駐車場収入等で、さらに財政面でプラスに働くというような説明もなされました。えー、また、さらにですね、えー、省エネ危機によって、光熱水費も現状者に比べて、 削減の可能性があるとのことでしたが、えー、これはどれぐらい削減できるのか、えー、また答弁になかった話で、えー、商工会館も開くと思うんですけれども、えー、ここを売るなり貸すなりになるだろうと思いますから、えー、ちなみに貸すとして賃料は、今でいうと大体どれぐらいの金額になるか、ご答弁をお願いしたいと思います企画財政政,政策官再質問にお答えいたします。 まず省エネ機器の導入などによる維持管理費の削減効果はどれくらいかというような再質問でございましたが、新庁舎におきましては、省エネ機器でございます LED 照明、それから人の動きを感知するセンサーなど、エネルギーの消費を抑える設備や機器の導入を検討を行っております。 機器のそれらの機器の基本的な性能といたしましては、例えば LED の照明につきましては、稽古管に比べまして、5割程度の消費電力になることなどから、単位面積当たりの光熱水費につきましては、現在の庁舎よりもある程度の削減が期待できるというふうに考えております。あの 現在の基本設計の中でそういったものの検討と合わせまして市民の皆様の利便性を向上するためのエスカレーターの設置の検討それからエレベーターそれから空調機器そういったものをどういうふうな省エネ対策を取っていくのかと。 いうようなことを現在、全長的なその設備の計画の検討を行っておりますので、現時点では数値を出すのは非常に難しいところでございますが、その基本設計の中で、そういったランニングコストにつきましても、十分、現在のかかっているコストとの比較を検討し、意識しながら、そのコストの削減に向けて、検討を進めてまいりたいというふうに考えております。それから 商工会館ビルを貸した場合の現在の賃料ということでございますが、長崎市が商工会館ビルの4、5階につきまして、長崎市が区分所有をしておりますが、4、5階のフロアを貸し付けたと仮定した場合の現在の残存価格による算定におきましては、年間約960万円程度の賃料になるというふうに試算をしております。以上でございます6番平野剛議員 えー、まだ、あのー、実施設計、まだ入っていないので、あのーまあ、未確定部分というのはあのー、まだまだあるかと思うんで,です、ね、まあ、家庭の話、あのーまあ、大方、予想はできてるんでしょうけれども、あの確定していないとあのいうことを前提にしてです、ね、私もちょっと質問させていただきますけれども、えー、であるならばです、ねあのー、今後の財政支出っていう面でいうと、1、え、等、ー、に集約するメリットによってです、ねあのー、負担というよりは、えー、むしろ財政支出 というのは好転する可能性さえあるというふうなことになるかと思います。で、今市民の皆さんはですね。あのこんなご時世において、あの258円という、とてもこう。自分の財布じゃ、想像もできないような金額に対して、あのまあ、大変心配をされておられる方が大方だと思うんです。 で、まあそれなので、まあ、そもそもあの建設自体に反対したりです。とか、あのまあ、そこは理解するとしても、あの立派な箱物はいらないだとかいうようなこう。数々の声というのは財政負担をこう少しでも減らしたいという思い。まあ、長崎市の将来を心配,心配しているから、こその真剣な声であるんだろうなと思います。で、その不安に対してですね、えー、有利な記載でだとか。あの市民にはこうなかなかよくわからない。説明ばかりがされているんじゃないかなと。 個人的には思ってますで先ほどの答弁のようにです、ねえー、現在かかっているコストとあのちゃんと比較をしながらです、ねあの、ちょっとした算数で説明したら、市民の皆さんというのはあの、理解と安心感というのは、まあ、相当数広がるんだろうなというふうに思います。で分散しながらこう借りて、賃料を払ってて、まあ、その老朽化しているこう高い維持費までかかるというような状況からですね、 あの銀行から借りて新しく家を買った方が支払いは毎年、毎月安くなるというようなこう感覚というのは、普通の実生活の中でもあの市民の皆さんはこう理解しやすい話なんじゃないかなと思います。 でそういった点で,です、ね、あの市長が一番あちらこちらであの説明する機会も多いかと思いますし、あの広報長崎だとか、まあ、いろんなこう媒体で周知する機会はあるかと思いますので、あのぜひそういったこう比較しながらです、ね、258億円かかってどうのこうのという話じゃなくて、現状者でも実際、これぐらいお金がかかっているんだと、でそれを1等集約するメリットにおいて、あのこれぐらい財政支出っていうのが今後、比較できて、こんなふうになるんだというところに対してです、ね、あの分かり やすい説明というのをぜひしていただきたいなと思いますが市長あのそれに対してご答弁をお願いいたします市長平野議員の再質問にお答えいたします えまあ分かりやすい説明、特にあの財源を心配される向きが多い中で分かりやすい説明をというお話ですけれども、非常に大切なあのことだと思います。あの地域で説明会を開催させていただいた折にも、そういった要素も加えながら説明をあのしてきたつもりですけれども、やはりあのもっと詳しく、もっと分かりやすく説明する、あるいはあの映像なども使いながらあの分かりやすく説明するというのは非常に大事なことだと思いますので、今後ともさまざまな機会に説明する。 ことそしてその説明を分かりやすくすることについて、えー、わっきかけていきたいというふうに考えております、以上です6番、平野剛議員。はい あの市民の皆さん方はです、ね、あの分散していてそこが、そこで賃料がどれぐらい発生しているのかだという数字だとか、あ,のあんまり存じ上げてないんじゃないかなというところもあるんで,です、ね、あの実際、今、現状下でこれぐらいかかっているんだというところもあのきちんとお示ししていただきながら、えー、また今後、基本設計から実施設計とこう入っていく中で,です、ね、えー、先ほどのこう省エネ機器によるこう、 あの削減額ですとか、あの商工会館を貸し付け、または売却した場合だとか、あのまあ、または新庁舎も新しいコストとして、まあ、エレベーターとかエスカレーターだとか、まあ、いろいろかかるコストもあるかと思います、まあ、そういったところはこう明らかになる次第ですね。あのそこらへんも付け加えていただいて、あの分かりやすい説明をしていただければなというふうに思いますし、えー、私はあのまあ財政負担がです、ね、あのさっぴりでそんなにかからないような話であれば、あの新庁舎につきましては、個人的には、 コンクリートのただの箱というわけじゃなくてです、ね、あの観光都市、えー、文化都市にふさわしいあの庁舎というのを作っていただければというふうにあの思っておりますので、えー、そこら辺も分かりやすい説明をしていただきながらです、ね、あの市民の理解を得られるように、あのきちんとした説明を求めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。えー、では次にです、ね、えー 3番目、水道料金の負担軽減策についてお尋ねしたいと思います。夏の暑い毎日にです、ね、水道料金を気にせず、できるだけ多くの回数、子どもたちにプールに入ってもらいたいというふうな思いから、水道局になんとか考えてもら,いも,のもらえないものかと、協議を始めたんですが、なかなか企業会計の中でできない理由があるようでした。でそこで子どもたちに 温かい心を持った子ども部に期待を持ってお尋ねしたいと思います。えー、他都市でですね、えー、プールにプール使用にかかる料金の助成をしていると、えー、しているところがあるというふうに聞いておりますが、えー、どのような助成の例があるかまずご回答ください。子ども部長。 再質問にお答えします。多都市における補助状況でございますけれども、中核市の状況を調査をいたしました。48市中39市から回答がございまして、うち3市が高熱水費を対象とした市単独の補助事業を行っております。うち1市は施設管理に要する費用として、高熱水費のほか備品費、消耗品費などを対象に、児童1人当たり年額1万8000円を補助しております。また他の2市におきましては、 施設管理に要する費用だけではなく、児童の保育に要する費用を対象とした大きな枠の中に光熱費,費を含めまして、児童1人当たりの単価が設定されている状況にございます。このように光熱費の直接補助というよりは、全体運営費の一部に含む形で、弾力的な運用を可能とするような補助制度となっております。以上でございます6番議員 他、はい、都市で,です、ね、あの例があるんであればで,す、ね、あのできないこともない話だと思うんですよね、でまあ、実施されている都市が、まあ、どこの都市かわからないんですけれども、あのまあ、水道料金はおそらく長崎市のが高いんだろうなというふうに思いますしあの、ここは九州なんですから、日本でも一番暑い地域でもあるわけで、えー、こんな暑い地域で,です、ね、水道料金も高いと言うんですから、もう長崎市こそ、子どもたちのためにですね、 あのぜひとも面倒を見てもらいたいと思いますし、あの公立だろうが、私立だろうが、長崎の子どもというのに違いはないわけなんですから、あのそこらへんの環境整備というのはです、ねあの、ぜひ子どもたちのためにやっていただきたいなと思います、で先ほどの答弁ではです、ね、水道料金の負担が施設の運営上、支障をきたしているのかどうか、まずは実態調査をさせていただきたいとのことでした。で施設がですね 運営上、支障をきたしているという調査じゃなくてです、ね、あの施設というのは、運営に支障はきたさないように、プールの回数だとか考えてやっているわけで、そのむしろこう、まあ、そこに助成をしていただければ、確かに縁は助かるんでしょうけども、あの支障を受けているのは子どもたちなんです。 で小中学校のようにです、ね、あの循環させてこうプールをこう浄水というか、ろ過するような装置がこうついているわけでもないでしょうから、これ、これ毎日入れ替えるとするとです、ね、あのまあ、施設による話ですけど、まあ、1杯、1回、5、6万円がかかるっていうふうにこう聞いてます、でそれをこう夏休み20日間とか言ったら、もう100万円レベルになってくるんですね。 で障北山陽さんようにプールの考え回数を考え,て考えてやっているというわけで、えー、そこに女性があれば、まあ、確かに施設の運営上は助かるんでしょうけども、えー、暑い夏にです、ね、お金が気になって子どもがプールに入れないというようなこう悲しいことが起こらないようにです、ねあのーまあ、ぜひなんとかお願いしたいなというふうに思います。で保育園とか子ども園ととかかどもですね 夏休みもなく、8月もほぼ毎日やっているわけですし、これだけ保育ニーズが高まって、相当数の子どもたちが暑い中です、ね、毎日登園しているんです、で暑い8月にです、ね、熱中症になるかもしれないからということで、外で遊,ぶ遊ばすこともできずにです、ね、室内でこもりきりというのもかわいそうに思いますし、子どもは外で元気で遊ばせたい。 じゃないですかやっぱりで、まあその、そうさせたら、そうさせたらであの、そのクールダウンだとかあの、汗まけ防止にプールに入れる環境っていうのは、すごくいいかと思うんで,です、ねえー、それに対して、お金の問題という現状をです、ね、なんとかなくしていただけないかなというふうに思うところです、で現にあの水道料金気にならなかったらプールの回数は増やせるんですけどねというふうな園の,の声も実際聞いておるところです。 でまあ、子ども部長あのまずは実態調査ということですから、えー、そういう観点で,です、ね、庁舎の,のほどよろしくお願いしたいと思いますし、あのその状況によってはです、ね、あの前向きに検討していただけるというふうなことで、よろしいですか、確認でご回答おこども部長。再質問にお答えいたします。 水道料金のあれすいませんプールにかかる水道料金の負担につきましてはですねそれがどの程度でやるのかそれとまその負担によってプールの実施回数を制限するなどですねま運営面での影響があるかどうかについてまずは実態調査をいたしたいと思っておりますその結果をですね見ながら関係団体と協議を行いながらですね検討していきたいと思います以上でございます6番平野剛氏議員。 まあ、いろいろあの園からです、ね、あのお声もいただいておりまして、あのまあ、それしていただいたら、非常に助かるあの、子どもたちのためになるっていうふうなことは聞いておるんで,です、ねあのまあ、すぐちょっとその実態調査、まずされるっていうんであれば、していただいて、あの園の声は直接聞いていただいてです、ねあの、その声によっては、ぜひ実現していただければなというふうに思いますんで、あのどうぞあの子どもたちのためにあの、優しい心を持って寄り添ってあの、施策を考えていただければなと思います。 次にあの高い水道料金がです、ね、地場企業の経営と企業誘致に与える影響の件で、再質問させていただきます、えっと。地場企業におきましては、他都市の水道料金であればです、ね、本来、人件費に充てられたり、設備投資に回せたりする資金を水道料金として高い長崎料金で取られているわけで,です、ね、その企業が製造している商品価格とかにも影響があるものと思います、コストとして。 でこのことっていうのは、他都市との企業との競争力という点でも影響を及ぼしていることになろうかと思いますし、えー、または企業誘致においてもです、ね、マイナス要因だというふうな回答でした。で,で、良質な雇用の確保というのが、長崎の大命題で、えー、重要課題であるにもかかわらずです、ね、この水道料金っていうのが逆にネックになっているという状況をですね、 まあ長崎はもうご飯坂のおかげんしょんなかさというようなことで諦めるところなんでしょうかということです。で水道局は水道局のあくまでもこう論理理屈でですねあの料金設定をしているわけでそこは理解した上えでお尋ねしたいんですが長崎の課題の中でですね対局的に考えたときに こう同じこう市の政策としてそっちそっち向いてるんですねあの良質な雇用だと自爆産業を強くしようだとか企業誘致しなきゃいけないだとかあのそういったベクトルを向いた上での料金設定のあり方っていうのはこう改善できないものなんですか水道局長お願いいたします上下水道局長、えー、再質問にお答えをいたします、えー、長崎市は水源に乏しく、えー、地形上の特殊性からあ多くの施設を有し その維持管理費などを水道料金に反映させていることから他の水道事業体と比較しますと高くなっております。また長崎市の水道料金につきましては他の多くの水道事業体と同様に水を多く使うほど単価が高くなる低造性の料金体系を採用しておりますがその理由は水の使用を抑制し限りある水資源の有効活用を図るためでございます。 一方、今後の水道事業の見通しといたしましては、今後は老朽化した施設の更新、それから耐震化などの事業に多額の費用をすると、また一方、人口減少に伴い給水収益が減少するということで、今後の経営環境はです、ね、ますます厳しくなるということが見込まれております。このようなことから、現在の料金水準でございますけど、将来的にはそういった状況からです、ね、料金の見直しが必要な時期も来るということも予測されると思いますけども、 可能な限り、現行の料金水準を維持しながらです、ね、まあ、安全な水道水を安定的に供給できるように努めていきたいというふうに考えております。それからあの議員ご指摘のです、ねまあ、企業系の中でまあ水道料金が大きな負担になるんじゃないかと、他都市企業とのです、ねまあ、競争力も落ちるんじゃないかと、そういったご指摘もございます。であの水道料金につきましてはです、ね、やはりあの、まあ、市民生活であるとか、経済活動、そういったものに大きな影響を受けるものでございますので、 料金の決定、まあ、今後改定するにあたりましてはです、ね、そういった議員ご指摘のようなもろもろのです、ねまあ、政策的な要因なども含めながら、それからあのまあ時代もです、ね、いろいろ社会経済情勢も変わっておりますので、そういったことも勘案しながらです、ね、最終的には水道事業の経営だけの問題じゃなくて、やっぱり市全体のです、ねまあ、政策として、政策的に決定されるものというふうに考えております。以上でございます。6番、平野剛議員。 はいえー、一定、ちょっとあの私の考え等もあの理解していただいていること,ことというような回答をいただきました、あのーまあ、現在です、ね、まあ、一般家庭の料金をまあ優先しているということはこう理解をするんです、えー、ただです、ねあのー、そのことがこう良質な雇用というのを一定阻害している面ということに対して、まあ、これがこう企業経営だとか、まあ、そこらにこう及ぼしている影響というのが実は こう市民全体、長崎全体がこう地盤沈下している面も出てくるんじゃなかろうかというふうなこう懸念もあって、今後の料金体系を考えたときに、人口減少というのは今度あの料金収入にマイナスに影響を与えることなんでしょうが、それは逆に水は余ってくるということにもなってくるんで,で、昭和の時代にこう水の砂漠と言われた時代に、水がないから、 あのたくさん使うところは、よりたくさんの料金をいただきますよというようなこう、低造性なる体系になっていますけれども、その時代背景の変化だとか、あの目指すべきこう政策的こう優先順位の中で,です、ね、あのまあ、そういったふうな考え方っていうのを、今後、水道料金の考え、あの料金体系に考えていただいてです、ね、あの政策的変更というのも検討してよかろうと。 いうふうふに思っておるところですで先ほどその考え方についてはあのそういった考え方ももちろん今後あの検討していかなければならないというふうなご答弁でしたがその、まあ、今後という中で,です、ねまあ、どれぐらいの時期においてそういった料金体系の見直しだとかあのその市の大きな施策のベクトリになんとかこうついていこうというふうな考え方をやろうと。 いうふうなお考えなのか、頭の中にそうこうイメージされているのか、ちょっとそこら辺のこう時期的なことについても、ちょっとご答弁をお願いしたいと思います上下水道局長、えー、再質問にお答えをいたします。 今後の,あの料金改定のです、ねまあ、時期の見通しということでございますけど、どの先ほど申し上げましたように、今の,あの水道事業のです、ねまあ、経営環境は非常に厳しさを増していると、でそういった中で今、現時点で,です、ねまあ、料金改定がいつ頃なのかという時期について、言及することがこう今、現時点ではできませんけれども、先ほど言われたまあ一般家庭の配慮をどうするのか、それからあの企業、経営ですね、企業活動、それから経済活動の方で雇用も含めてです、ね、まあ、そういった配慮をどうするのかと。 で水需要もまあ減している中でですね今のあの低増勢の料金体系どうなのかというご指摘もございましたのでそういったものはですね今後のあの事業の今後の見通しをしっかり踏まえながらですねまあ適切な時期に、えー、しっかり検討していきたいというふうに考えております以上でございます六番平野剛議員まあちょっと時期につきましてはあのまあはぐらされたような感じですけれどもあのここはですねあの。 長崎の,その向いている大きな対極的な観点に立ってです、ねあの水道、水道局だけのこう理屈、理論じゃなくて、あのしっかりその全長的に同じベクトルを向いて政策をやっていくんだというふうな心を持ってです、ね、あの今後の料金体系というのもあの見つめ直していただければなというふうに思いますので、えー、よろしくお願いしたいと思います。 えー、ちょっと時間がないのであの、次に行かせていただきます。奨、えー、学金の返還支援について、再質問をさせていただきます。えー、先ほどの答弁によりますとです、ねえー、現時点においては、えー、効果の検証、財源の問題など、まだまだ整理ができておりませんとの回答でした、えー。再質問の中身に入る前にです、ねえー、まず奨学金の利用実態について、あの教育だ長、あのー、大体何割ぐらいの学生が奨、ね、学金を利用して、 平均でいくらぐらい利用されているのかっていうのをまずご答弁お願いいたします教育長 3> は3、い、質問にお答えいたします文部科学省の学生生活調査によりますと平成26年度において一般的な大学生への奨学金を借りている割合は全体の51.3% 奨学金の平均額は年間40万円と示されておりますので、4年間借りた場合で160万円と示されているところです6番、平野剛議員、えー。平均で約160万という数字が示されました。 で、ちなみにですね、あの商工部長、あの、この百六十万を支援した場合、えー。その方が長崎市に住んで働いて。えー、住民税等の収入で。何年ぐらいで賄える、補えるもんですか。商工部長。再質問にお答えいたします。年間四十万円で、四年間百六十万円受給した奨学金になりますけれども。ま大,大学卒業後、二十三歳から。 市民税の納付を始められたと仮定した場合、納税額の累計が160万を超えるのは、だいたい40歳前後ではなかろうかと推計しておりまますす以上でございます6番、平野剛議員、えー、40歳前後で回収できるっていうんであればです、ねあの、実施するにあたっての財源の問題というのも、未来への先行投資というふうにこう考えればです、ねあの、一定クリアできる問題なんじゃないかなと思いますし。 むしろあの長い目で見たらです、ね、あのプラスになるわけですからしかも長崎で消費してもらえるこう経済効果まであるんですから、えー、財源の確保の問題と言いますけれどもあの計算が成り立つのであればです、ね、あの未来への先行投資という観点から解決できないものなのかなというふうに思いますでちなみにです、ね、あの他の自治体の動向についてちょっと商工部長にお尋ねしたいと思うんですが えー、昨年の10月にです、ね、あの長崎新聞に載った記事をちょっと取ってあるんですけれどもあの、記事によると、長崎県をはじめ、県内市町村でも五島市や島原市は今年度から実施されるようなことになっておりまして、えー、佐世保、南島原、波佐見町も準備中となっていました、えー、他県を含めてです、ね、あの近隣自治体の動向というのをちょっと教えてください。商工部長 質問にお答えいたします他都市での奨学金の返還支援についてでございますけれども平成27年4月に地元産業界と協力して基金を造成し奨学金返還を支援するという事業に対しまして特別交付税の措置がなされるという総務省の通知が出されたことから全国的には県レベルの支援,支援策が実施されております日本学生支援機構の公表資料ではすでに20の県で実施されており長崎県も産業人材育成奨学金返済し アシスト事業として実施をされておられますまた中核市では48都市中7都市県内では佐世保市を含む6市1町で奨学金に対する返還支援事業が実施されているところでございます以上でございます6番平野剛議員、はい、えー、っとすでにもう20県取り組まれて県内でも6市1町が取り組まれているんですよねでこんな記事も最近載ってました あの人口のダム機能を県庁所材地である県都がどの程度持っているのか、えー、これ、沖縄を除く九州の県庁所材地比較で、長崎市は唯一マイナスでビリでした、えー、内訳を言うと、鹿児島87%、大分74%、宮崎59%、佐賀45%、熊本38%、長崎マイナス1.3%。 あの人口減少もですね全国で2位とかいう状況で、ダム機能っていうのもこんなさんさんたる状況で,で、他都市も取り組んでると、他都市に先んじて、長崎市こそ率先して、真っ先に取り組むべき施策だと私は思うんですよね。 でなんでそんなこう悠長になんかこう、検証とかです、ね、あのこんだけ若者の県外流出が激しい中ですね、あのそれを止める手段の一つとして、やらないのか、あのそのやらない理由が、なんかど,どうしてこう前向きにならないのか、ちょっとわからないんですが、あの何がネックなんですか。商工部長答えいたしますえ人口減少があの 地域経済の縮小を呼び、地域経済の縮小が人口減少をまた加速させるという、いわゆる負のスパイラルを避ける上でも、人口減少対策は、まあ、市として最優先で取り組むべき課題であると認識しています。他都市においては、奨学金の返還支援を行うことで、地元での就職や、居住に対するインセンティブとして活用としている事例もございますけれども。 人口減少対策は、若い世代が地元で生活し、仕事、結婚、出産、子育てができる環境を整備していくこと、また長崎で暮らす魅力の発信により、生きがいからの方々にも移り住んでもらうことなど、多岐にわたるため、全庁的にさらには国や県などともしっかり連携しながら進めていく必要があると考えております。以上でございます。6番、平野議員。 まああの今です、ね、ご回答したような課題というのは、実施しているたとしも持ってたと思うんですよね、でそんなのをこう乗り越えて、もう実際、もう実施し始めてるんですよ、で私はです、ね、こう人口減少問題に対してのこう本気度というのがです、ね、あの本当問われるところだと思いますよ、でこの奨学金の返済への支援というのはです、ねえー、地方創生、言い換えれば人口減少対策において、 えー、長崎市の大きな課題である若者の県外流出に対してです、ね、一度長崎で長崎、あ一度大学で県外に出た学生が長崎へ戻ってくる大きな動機にです、ね、あのなりえると思うんです。で実際、奨学金の返済をです、ね、何百万と抱えて、その返済を考えたときにです、ね、就職活動のときから、まず絶対的に給料が高いところを優先してです、ね、あの考えるはずで、 その時点で、長崎が選択から漏れている可能性がないのだろうか、こう住みやすさとか、できれば地元とか思っててもです、ね、そう言ってられない事情を抱えてるんじゃなかろうかと、まあ、そういった学生に対してはです、ね、あのこういった支援があることで帰ってこれる状況を作ってあげれるかと思います。 でまあ、これ、まずあのこう社会減といいますか、若者の流出に対する考え方なんですが、それにさらにプラスしてです、ね、あの自然減に対してもです、ね、あの対策になりえると思っているんですで。とあるアンケート調査によると、奨学金の返済がです、ね、あの結婚に影響している31.6%、出産への影響21%、先ほどの就職先の選択への影響25.2%、 持ち家取得への影響 27.、27.1%との結果が載っていました。で、結婚、出産などで配偶者に迷惑がかかるのをおい目に感じる、貯蓄が難しく、出産はためらわれる、等々の声があってですね、奨、えー、学金の返済が生活への重荷となり、少子化にもつながりかねないとの指摘がこのアンケートからされてました。で、奨学金の返済がですね、就職先のせ選択はおろか、 えー、未婚率や晩婚化や出産へ一定影響を及ぼしているのは明らかなんだろうなと思います、で確かの出生率で考えたらです、ね、1人でも大学やるのは大変なのにです、ね、2人、3人となるとです、ね、理想では子ども欲しくても、まあ、やっぱりこう諦めざるをえない家庭は多いことかと思います、で現に子どもを欲しくても持てない理由の一番はです、ね、あの経済的な理由なんです。 でまた、約半数の奨、ね、学金を借りてないお子さんっていうのは、これは親が負担をしているということなんです、で生まれてからずっとです、ね、あの子どもの進学のために貯蓄をしてです、ね、または進学後借り入れてる、銀行からお金借りてる保護者も多数いらっしゃることかと思います。でこののこいうのは あの違う角度から見たときにです、ね、本来、長崎に消費で落ちて回るはずのお金が貯蓄に回って、子どもが行った先で消費をされてるっていう現状があるんです。で、この経済的損失っていうのもです、ね、長崎っていうのはあるんだろうなと思いますし、まあ、これが一体どれぐらいあるのかっていうと、まあ、1人の大学、県外の大学にやるのにですね、 あの500万から1000万4年間でかかるというふうに言われてます。まあかけることのその数って考えるとまあ相当数見えない形で経済に悪影響マイナス影響を与えているんだなというふうなことも考えられますし、えー、こういったことも含めてですね、あのこう主じこ今述べてきたようなことに対してさまざまな角度からですね、あのしっかり検証していただきたいなと思うんですよ。あの財源についてもですね。 あの例えばふるさと納税なんて当ててもいいんじゃなかろうかというふうに思いますし、あのふるさと納税の寄付金項目にはです、ね、教育・子育て支援という、あのこれぞという項目も実際あるんです、でまたは市長お任せというのもありますし、あの支援する線引きというのもです、ね、すべて全員、全額支援するというわけではなくてですね、えー 6月議会の答弁では、奨学金の支援をするよりは、まず企業側の地元の雇用の問題ですと、そもそも雇用の問題ですみたいな話もされてました、でそうじゃなくて、あの長崎で人,人手が足りない業種とか、力を入れたい業種とかをこう対象にしたりしてです、ね、あのまあ、よく調べてないですけど、例えば今後、不足するであろう介護士とか、保育士とか、医者とか、 その有効求人倍数調査したらすぐ分かることだと思いますあの。求人はある、雇用はあるのに人手が集まらない、今後、人手の確保が難しいとかですねその、そういった業種なんかっていうのを、この施策を武器に長崎を強くするというふうなこともあの考えられるいい施策じゃないかなと私は思うんですよ。 で是非そういったことなんかもです、ね、考えてこの施策に取り組んでほしいなというふうに思いますし、またこう所得格差というのがこう大学進学率というのにこう影響しているという角度から言えばです、ね、あの貧困の連鎖対策にもなり得ることかと思います、でいろいろな観点からです、ね、あのこの奨学金の返還支援というのは、あのいろいろ考えられる。 というふうにこう思うんで,です、ね、その人口減対策っていうだけではなくて、その子育てしやすいまちづくりだとか、その不足する労働者の確保だとかです、ね、あの非常にこう有効な施策になり得るものと私は思ってます、で本館の4階にはです、ね、人口減少対策推進本部っていう看板を掲げてです、ね、真剣に取り組んでおられることと思います。 市長であるから、この施策について、まずは真剣に検証していただきたいなと思うんです、この一般質問が終わったら、それで終わりっていうわけじゃなくて、本当にあらゆる角度でまず検証していって、ぜひ前向きに検討していただきたいなというふうに思うんですが、指示、述べてきましたが、私の提案、理由等々聞いて、市長、ちょっと見解をお願いいたします。 市長平野議員の再質問にお答えいたします人口減少は長崎市にとって非常に大きな課題の一つであるというふうに考えております、その中で、人口、自然源が2000人以上、社会源が1000人以上ということで、年間3000人以上が減少していっているという状況にあるわけですけれども、このどちらの側面からも取り組んでいく必要があるというふうに思います。 そういった意味で社会現についても長崎に残りたいあるいは長崎に戻ってきたいという皆さんが戻ってくれるような施策そのために長崎にある就職される時にもちろん初任給の問題もあるでしょうけれどもやはり自分の行きたい企業であったりあるいはやりたい仕事であったりといったものがないと少ないと。 いいうことも大きなな要素になっていますそういった中でその長崎にあるしっかりした企業があることを知らないでそう思っていらっしゃる方のたくさん多いということでそういうものを知っていただく取り組みであったりですとかあるいは自然源の面でもさまざまな施策が考えられます。例えば今 取り組んでいます医療費の補助あ支援であったりあるいは保育料の支援であったりそういったものも含めながら子育てしやすい子どもが安心して育てられる社会街をどう作っていくのかといったような側面からの様々な取り組みもありますそういう意味ではあの社会源も自然源もさっきおっしゃったようにあのこの施策は両面に貢献するのではないかという話がありましたけれどもそれぞれにどういった施策が効果的かということをしっかりとあの。 組組み立ててなががら取り組んでいいく必要があると思っていまだ、そういう意味では、先ほどからご提言のあった案も含めて、真剣に検証というお話が最後にございましたけれども、真剣に検証をして、しながら、そういった施策、それから他にも効率のいい施策がないのかといったようなことも含めて、真剣に議論をしながら、積極的に取り組んでいきたいというふうに考えております。以上です6番平野剛議員 真剣に検証していただくということですので、量としたいと思いますが、いろんな武器にこの支援というのは、実は使えるんじゃないかなと、有効に活用できるんじゃないかなと思いますので,です、ね、ぜひいろんな角度で、またその検証具合というのは、また今後、改めて後日、聞いていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。で最後にに小中学校の倒廃後による費用削減 た委託についての再質問ですが、えー、先ほどの答弁ではです、ね、あの一定程度、えー、と維持費ですとか、あの今後の改築費だとか、えー、まあ人件費は検費なんですが、あの削減額があるとのことでした。で こういった削減額で必ず浮いてくる予算というのがあるはずなんでしょうから今後、統廃合する中において通学区域が遠くなることによってスクールバスだとか民間の路線バスだとかそういったところに対する定期の 女性だとか、まあ、そういったところなんかにあのぜひ当てていただきたいなと思いますしあの、教育環境の整備っていうところにおいてです、ねあの、様式通りだとか、エアコンだとかいうところの課題に対して、その予算を使っていただくだとか、または一番大事な学力向上のためにです、ねあの、しっかり浮いたお金っていうのを、あの教育委員会の中であの活用を有効にしていただければなというふうに思うんですがあの、その点について教育長、ご回答のほどよろしくお願いします。市長 質問にお答えいたします今おっしゃったように、統廃合計画につきましても、教育環境の整備を図るということでさせていただいております、そのほかにも、やはり老朽化の問題であるとか、いろいろな問題を抱えておりますので、その財源をどう充てるかということよりも、まずはこの教育環境の整備を図る意味では、統廃合だけではなくて、現場への教育環境の整備についても、努力を進めていきたいと思っております以上でございます。 6番、平野剛議員、えー。跡地についてもです、ねあの、先ほども売却したらだとかいうふうなあの例えの金額を聞きましたが、あの今、給食センターあたりも支、ね、出,出するというふうなあの計画がなされております、1つは、えー、と法要代というところであの候補が上がっておるようですが、あの今後あの、これがもし仮に統廃合を進んでいくとしたら、教育委員会として、あのー 土地、場所が生まれるわけですから、あの今後の給食センターの設置等とかにもです、ね、あの有効に活用していただくような検討もなされてみてはどうかというふうな意見も申し上げて、私の質問を終わります次は。